ツーポイントでしたね、はい、先制仙台です。中山対青木、中山のリング、おっとパスを選んだ中山、ナイスアシスト、ザックが2点を富樫運んでいってギャビン・エドワーズ3ポイント、こちら決まった、うん、ライトからディアロへ通った、局面で戦わなければいけません。こうした圧力を受けながらどう自分たちのプレーができるかです。さあラベナさあ川端コーナー来たー、2-1-2ですね、2-1-2のゾーン、ここは国生が行く、国生のパス中入ろうから、エヴァンス、そして富山 77.7、 山内の3リバウンド、オフインダー、そしてここはしっかりと合わせてきました、イデアヒックス、まだポゼッションものにした両チームありません。ここは高さがあった、カップインしました、ブロックでローラヒースです。こちらもシュートブロックなくなってきた、コトゥのスクリーンから比江島パスしてピックアンドロールで決めていった宇都宮です。キックアウト、うわ、これを決める、宇都宮2点をリード。第1クォーターはこの宇都宮の今日もまたこのスクリーンからの攻撃というのが冴え渡っています。さあ行きます、オリザーはトップの位置、フミのアタック、バズバズ、バスケガードラインへの合わせでした。遠藤ドライブ、さあディッシュでよし、バレーで渡辺、回ってきた森井座ね、まあ、うまいですね、関のバックカット、佐藤リバウンド、あ、これは千葉のディフェンス良かったですね、さてムーニーに取った、イージーバケット、これやっぱでも千葉からすればこれをやりたいわけですよね。どれだけ得点を量産できるか今日の川崎です。イーストの2-2、アリウープランク、金丸にこれだけボールを渡しているわけですから、彼自身が点数取らないとですね、これはもう見事、あまり良くないところをついていた、いい攻めだったと思います、はい、さて取られた後の琉球、岸本からダンカン、そうですね、存在感見せてくれましたね、はい、彼の得点によって渋谷がかなり、昨日とは違った展開、逆転できるか三河、ああいいですね、はい、川村から中に通した松崎、いやー松崎選手のカット良かったですね、今